さて、久しぶりのメガボックス開封はこういった感じになりました。バーサス祭ですかね。やっと300貯まって、もう思い切ってこのまま貯め続けようかなとか思ったんですけど、あまりにもね選手が良かったので欲しいなということで引いて、まあ、こんな感じです。まあ、2人出てるので S でね、限定パックの選手、小川と中川と。で、一応僕は小川が欲しいなと思って引いたんです。SS のね。SS のリモトが今回も最強かなと思うんですけど、まあ、好みとして小川ちょっと持ってないんでね、欲しいなと思ったんですけど、まあ、S、これ悪くはないんですよ。能力、ソウル的には1750とかなので、今までの SS ぐらいの、去年の SS ぐらいの能力の高さはあるのかなとは思うんですけど、まあでもそうですね。で、やっぱできたら SS 欲しかったなっていうところですね。でもこれ SS はまああんましやったかなという結果でした。これどうなんでしょうね。引くタイミングとか、なんか限定パックが出やすいのって、まあ、3時からスタートしてすぐの方が出やすいようなイメージが僕の中であって、で、その限定パックが終わる間際とかってほとんど出ないような感じがしたので、今回はその3時のアップデートの後すぐにメガボックス開封というのをしてみたんですけど、まあ、あんまり変わらなかったかな。ね、多分もうみんな当たり出てるんでしょうね。ツイッターとかいろんなとこ見ても、なんかみんな当たったって言うてはるから、僕全然当たんないんですけど、まあまあまだね限定パックでも出るとは思うので、まあ、ちょっとメガボックス開封は厳しいですけど、なんとか、何か出るまで頑張りたいなとか思ったり思わなかったりというところです。まあそうですね、アップデートでなんか試合中に効果がね、変化球が強くなってるとか、なんかいろいろ出るようになったみたいなんですけど、一瞬過ぎてちょっと何が起きてるかわからないですね。変化球のとこがなんか雷が走ったみたいなね、こうビリビリってなってるのはわかるんで、あ、変化球強化されてんねんなっていうのはわかるんですけど、なんかね、一瞬だけピッチャーの右上か左上かに出ますよね、文字が。あれを読んでみたいんですけど、早すぎてわからんなというところで、もうちょっとね、しばらく表記してほしかったかなっていうようなアップデート。でも、面白そうですけどね、すごい。というところかな。あんまし、やれてないですね、バーサス。しばらくその当たりと言えるのがなかったんでね。でも今回のはすごくいいから、どっかでちょっと頑張ってみたいなと思います。ということで、今回は、メガボックス開封、まあでした。チャンネル登録、それから高評価の方もよろしくお願いします。ちょっと短いんですけどね。ではご視聴ありがとうございました。